くよりも先にお金をかけるべきアイテム5選を紹介いたします。個人的な見解になってしまいますけれども、洋服好きが高じて10年以上勤めた技術系の会社を転職して洋服屋で勤務している、アラフォーの目線なので、洋服好きの方であれば少し共感できる点もあるのではないかと考えて選定してみました。すみません、少しメモを見ながらのお話になってしまいますけれども、車とか家具とか、あとメガネ、アクセサリー、いろいろお洋服好きな人だったら他にも興味あるところはいっぱいあるかなという気はするんですけれども、一応共通して3つポイントをまとめて、なぜこの5つを選んだのかっていうのを順々にお話ししていきます。まずは先にその5選は何なのかっていうのをざっとお伝えしますと、1つ目は傘、2つ目はハンカチで、3つ目が筆記用具で、4つ目が香水フレグランス、5つ目がハンガーですね。順番は特に優先順位っていうわけじゃないんですけれども、でこの5つに共通する3つのポイントがあって、それが理由で、洋服お好きな方はメインの洋服よりも先にこういったものにリソースを割いてもいいんじゃないかということです。1点目はまず人に貸せるものっていうところですね。これは自身の成功体験を人に共有できるものだからっていうところと、あとはプレゼントなんかにも選択肢として非常にいいのでっていうところですね。ハンガーなんかはあんまり人に貸したりはできないかもですけれども、ご家族がいらっしゃる方は共有できるかと。で、2つ目は、トレンドとか自分の気分に左右されにくいっていう点ですね。お洋服やっぱり流行がございますし、流行とは違っても自分の気分っていうのは結構その年代もそうですし、その時ので変わってくるので、だけど今言った5つっていうのはそんなに流行や自身の気分に左右されにくいっていうことは、何がいいかっていうと同じものをずっと使えるっていうところですね。ある程度、しっかりしたものを選んでもらえれば、そんなワンシーズン、ツーシーズンで使わなくなるっていうようなことはないような気がします。あと3つ目は見える面積が小さくて、トータルコーディネートとしての面積的にはすごい小さい部分なんですけれど、あるいは目に見えないところなんですけれども、比較的こう肌に近いというか、傘も手に持つし、ハンカチなんかはまさしくこう直接拭くものですし、でハンガーも洋服を直接こうかけておくものになりますよね。自分に接近はしませんけど、服に対してはかなり接近するものですよね。一応この3つの観点で、人に貸せる、トレンドに左右されにくい、コーディネートにあんまり影響しそんなにしないということですよね。あとは面積が小さくて肌に近いというところですね。意外と面積小さいんですけど目にはつくというところですね。でよりこう品質の差が分かりやすいものですね。傘なんかもハンカチなんかもそうですね。簡単に今最初にご説明した5つを、ブランドとか
使ってみての感想というよりはどういったいいところがあるかっていうのと、まあ、その理由を淡々とご説明してまいります。まず傘ですけれども、これは単純にお洋服がすごい素敵でも、ビニール傘だと残念に見えてしまうケースもあるので、まあ、視界が確保されやすいのでビニール傘はすごい便利なんですけれども、ちょっとあのギャップがお洋服と出る場合があるので、これは1本、まあ、そこそこのものを持っていた方がいいかなという。逆にこう傘がしっかりしてれば、お洋服が、まあ、ファストファッションというかプチプラだったとしても結構上品に見えますっていうのが理由と、あとは雨の日のお出かけも少しあの軽やかというか気分が上がるかなという理由で、まず傘で、続いては、まあ、ハンカチですね。これはまあ直接目には見えないんですけれども、ポケットやカバンにしまっておくことが多い気がしますけれども、まあ、私の好きな映画でマイ・インターンっていうロバート・デ・ニーロさんとアン・ハサウェイさんの映画があるんですけれども、 そこでもあのロバート・デ・ニーロさんがおっしゃってましたが、あの女性が涙した時に貸すために持っときなさいみたいな、まあ、そんなシーンになかなか出くわしませんけれども、これはそこそこのいいものを持っておいた方がいいかなという。で、まあサイズによりますけれども、この一応ネッカチーフに使えたり、ポケットチーフとかにも素材や大きさによってはお使いいただけますので、まあ、少しちょっと見せるみたいなところでも、まあいいものを、ある程度のものを、でそんなに高くなくてもいいんですけど、まあ、アイロンかけてピシッと刺しておくっていうのがよろしいかと思います。で、3つ目は筆記用具ですね。これは万年筆なのであまり人には貸さない方がいいかもしれないんですけれども、書き癖がついてしまうので、ただあのこれも傘とかと同じ理由なんですけど、さっと取り出した時にあのちょっと100円均一のものとかっていうよりはある程度ものを持っていてもらうと、あのいいお洋服をお召しになっている方は特にあのチグハグにならないかなという気がしますし、これがもうあのアクセサリーとして胸ポケットに挿してもらえれば結構それなりに見えますので、これも一つおすすめですね。まあ、シャツは安くてもちょっとポケットにいいペンを挿しておくだけで全然違ってきますの で、4つ目は香水ですね。フレグランスで、これが実際はあの肌に触れるのが一番近しいものですね。なんか目には見えませんけれども、あの印象は視覚よりも嗅覚こう影響されるというか、あの支配されるところ結構あるはずなので、まあ、ちょっと大衆ごまかすためのものでしょっていうふうに抵抗ある人もいらっしゃるかもですけれども、私も最初はちょっと抵抗あったんですけれども、香りから洋服を選ぶみたいな考え方にもつながってくるので、まずあの肌に近いものっていうところでおすすめですね。で最後はハンガーですね。これは今までの4つと少し毛色は違いますけれども、やっぱりあのいいお洋服は持ってるんだけれども、お家のクローゼットにかかっている、お洋服見てもらった時にクリーニング屋さんのハンガーをそのままこう不揃いのものを使っていると、やっぱ景観はそんなに人に見える部分ではありませんけれども、統一感を考えるきっかけにもなりますね。スタイリング、コーディネートの統一にもつながってくるっていうところと、あと洋服をよくあの観察するきっかけにもなる気がします。服のジャンルによってはこう形を変えて選んであげたりとか、あのそういう気づきにもなってきますので、今日は洋服が好きな方なら、まあ、メインの洋服よりもまず先に
お金をかけてもいいんじゃないかと個人的に考える5つのアイテムについてご紹介しました。傘、ハンカチ、筆記用具、香水、ハンガーですね。まあ人によってはいやこれがいいとかもっと違うんじゃないかっていうのは当然あって叱るべきというか、まあ、必然かなとは思いますけれども、まあ、ケア用品、スチーマーとかブラシとか、あとはまあ鏡とかそういったものも当然必要かなと思うんですけれども、まあ、こういう今私が紹介した5つ の共通点である、まあ、人に貸せたりトレンドに左右されにくいものだったり、まあ、肌とかに近いものから集めていくと、まあ、なんとなくこうお洋服の系統も少しこう定まってくるというか、もう定まっている方もいらっしゃると思いますけれども、でそういうのがだんだんこう自分の中で見えてきて一本軸みたいなのがあると、大体服も決まってくるので、それからでも、まあ、ケア用品はいいかなという気はしています。お洋服によって使うケア用品も多少変わる気がしますので、このようにですね、お洋服にまつわるよもやま話を、まあ、消費者目線、あとは実際に洋服屋に転職して販売員やってますので販売員目線のこの、まあ、2つの目線でいろいろ今後も紹介していこうというふうに考えております。はい、どうもありがとうございました。洋服同心心への情、我が着衣我が物ともわず流行のみ、あくまで影にて己の器量を服し、五加盟いかにても果たすべし、なお死して羽衣拾うものあり、死して羽衣拾うものあり。